はいどうも、ルーゲーム TV へようこそ、ルーでございます。本日はですね、静かにハーフアニバーサリーを迎えていて、ハーフアニバーサリーイベントが終わろうとしているビックリマンワンダーコレクション、ちょっとこちらね、久しぶりにちょっとやっていこうかなと思います。いやー、僕がやってたのは多分リリースして1ヶ月ぐらいじゃないかな。あ、1ヶ月もやってない。5月4日に最後動画出してますね。確かね、ちょっとだけ課金してんだよね。優勝500残ってるわ。なんかいっぱいあんな。昨日開いたんですよ。そしたらなんか、この氷結サタンマリアみたいな、氷、氷の女王だっけ、サタンマリアみたいなの来て、なんだこいつと思ったら、明日で終わりですって書いてあって、イベントが。まあ、できる限り、ちょっと石回収しようとかって思いながら。で、本当はね、この氷山の助が、貫突だけできたみたいなんだけどね。ちょっと間に合わなそう、それは。まあいいかと。それはまあいいかというふうには思ってるんですが、今回は、とうとうね、パーフェクトヘラクライストが実装されたということで、ええやん、という感じでね。まあずーっとどこで引けばいいんだろうって思ってたんですよ、ガチャをね。まあ、この冒険の予兆で、まあ、サタンマリアがセントフェニックスを当てる方がいいのかとかって悩んでたんですけど、まあフェニックスがね、同じ中衛で緑属性で、サタンマリアは赤属性で中衛ということで、一応恥ずかしいけど僕初期面しかいないんだよね。だから中衛で見ると、赤だったらスーパージュラで、青だったらクジラ大帝、緑だったらヤマト王子、そして黄色だったらスーパーゼウス、紫だったらデビル G、デビル沖縄かな、になっているということで、正直言って中衛は、もうなんか、最古参っていう感じなんで、ちょっとまあ一新した方がいいだろうというところではあるんですよね。なので、そのタイミングに、この新キャラとしてヘラクライストが来たっていうことで、まあこれは天の恵みかと。まあそして、ピアマルコの方のベリーオーズね。まあ、こいつも黄色属性の中衛ってことでね。まあそうすると、属性強化には繋がるのかなと。聞いていきたいなっていうところですね。環境をちょっと学ぶのに少し時間はかかると思うんだけど、復帰勢なりにね、ちょっと頑張っていこうかなっていうふうに思ってますんで、生温かく見守っていただけると助かります。最強の聖ボット、全キャラの最大瞳の 10% アップし、緑属性のキャラは4段目 30% アップする。おー。ということは、俺のヤマト王子がパワーアップするってことでね。ヤマト王子。使ってる人もういないんじゃないの、もしかしたら。奥義、聖波動砲。威力 425% の緑属性ダメージを2回行う。自身が次に使用する奥義の威力 1.2 倍。強い。貫突だと 600%。425%2 回はでかいよね。だってそもそものステータスがさ、高いわけだから、616でしょ、レベル1でも。結構強いんじゃない、これは。35秒間、自身の行動を 10% 短縮し、味方全体の余談、すごいな。バフを2つ重ねるってやばいね。強いなって思えるのは、まあ一人で2役以上やれるっていう、まあそういうキャラって強いよね。同じ編成できるキャラの限りがある中で、まあ一人で2つできるってことは、1体増えるのとちょっと近いというか、1体分ではなくて 1.5 体分ぐらいのね、役割をできるって考えると、やっぱどのゲームもね、そうだけど、2役以上できるってのはでかい。で、特にアタッカーっぽいのに、バフをかけられる。しかも味方にね。っていうのはすごいいいんじゃないかな。で、しかも普通のスキルで敵全体とかあるじゃん。まあ、今は割と普通なのかもしれないけど、強そう。ベリーオーズ。貴族性キャラの余ダメ 15% アップ。バトル開始 BP 10%。マヤ石鹸。なんて読むのこれ。難しい。子供の頃見てたんだけどね。このキャラのことも覚えてるし、ただ名前は覚えてなかったね。パーティー開始率を 5% アップ。防御貫通。おー。敵全体2力 285% の、これはこれで強いな。防御貫通だから、防御貫通ってことは、だって相手の防御力無視するってことだもんね。まあ、ゲームによっては防御無視って言ったりするけど、ベリーオーズの攻撃力そのまんま入るってことだから、ヘラクライストと20ぐらいしか変わんないのか。ってなると、貴族性の中でも結構強い方なんだろうな、これきっと。シンプルに、火力がすごいね。ちょっとスーパーゼウスと比べてみよう。僕の軸はもう、比べるものっていうのはもうスーパーゼウスぐらいしかないから、ね。
奥義が 525% の貴族性ダメージと、耐性 20% 低下か。まあ、これは唯一無二だな。スーパーゼウスは今でも使えそうだな。パーティー用ダメージアップ。いまいち比べようがなかった。全然役割が違うキャラでしたね。ヤマト王子。120% の緑属性ダメージを5回行う。これもう完全にヤマト王子の攻撃力が高くないといけないから、マジで火力モリモリにしていかないといけないってことだよね。ここら辺が序盤のキャラって感じするよね。そうすると、ヘラクライストがやっぱいることで、ヤマト王子の良さは活かせるだろうし、ベリーオズが入ることで、まあ、味方全、パーティーか。自分のパーティーだ。自分のパーティーだから、貴族性固めしたパーティーにってことだよね。まあ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 、いいでしょう。まあ、どちらが出ても、ありがたいね。これは。うん。どっちかが出たら、ちょっとまあ、冒険の予兆ガチャ、いこうかな。これちょっと、いつまで終わるかわかんない。今、100連無料ガチャっていうのがね、あって、まあ、1日10連ガチャが配られるということでね。まあ、こちら、12月30日まで。なんで30なんだろう。31日まででいいじゃんね。まあいいや。こちらをね、まず、厄落としとして、いきたいと思います。厄落とし。厄落とし。はい。なし。特になし。まあ、そりゃそうよね。お、青眼子とかも、キャラクターになったんだね。お、やった。ホエール大帝。うん。星1はね、よく見たことあるやつ。もう貫突してるから、社員スターにはならないか。スターになっていただく。ほらハンドマ。手の数多すぎますから。もうこんなに手あったらさ、ハンドせざるを得ないでしょ。キンク1。おー、桃源如来。いいっすね。なんか、如来、なんか、おばさん感が増してないか。大丈夫か。おい。よし、これ役落ちたでしょ。完全に。さあ。いきます。え、ゴッ。うん。ん ?3、3体、え、4体、星 2? 幕魔人。マクマー魔人服。懐かしいな。おー、金太郎。ヤマタノオロチ。いいね。悪くないね。引きが。あー、2体。確定がね、来てくれることを信じている。来たー!ベリオズ来たー!よし!復帰勢に対する、復帰勢に対する施しが来たー。おー、クジラ大帝、ホエール大帝。あれ?名前忘れちゃった。わかんなくなっちゃった。いやー、ベリオーズ出ましたね。まあ、ちょっとこれで、とりあえず、ね、スーパーゼウスと二大巨頭ということで。どうしようかな。サタンマリア、セントフェニックス引くのと、どっちがいいんだろう。でも新キャラの方がいいか。新キャラの方がいいか。復帰勢が使っても強いのかっていうね、ところになるしね。これ、そうだよね。補填してくれないんだよね。いきまーす。お、ありがとうございます。余計に如来。はい。じゃあちょっと、ヘラクライスト先生もよろしくお願いします。キャッチワンスケ。こんな感じなんだ、キャッチワンスケって。完全に、シール上だとわかんないよね、こんなの。クロスエンジェルもいるんだけど。あ、じゃあね、十字架天使もいるんだけど。え?復帰勢にこんな手厚いの?マーベラス。マーベラスこんな復帰勢に手厚いの?え?じゃあこれヘラクライストも出んじゃね?
最低保障だ。頑固じいだっけ。あ、来た。神様。これで、ヘラクライスト。えい、お願いします。2、3、4、5、次。さあ、ヘラクライストが出て、終わりにしたい。来い、ヘラクライスト。来い、よし。やった。復帰勢に手厚いゲーム来た。お。え、花咲かって星3？ めっちゃ出るやん。星3。どうした？星2か。やば。いや、マジで神。やめてごめんなさい。本当に。やめてすみませんでした。心を入れ替えて、プレイします。ありえないだろ、こんなこと。すごいな。いやー、ちょっとスタメン級のキャラが突できたのもすげえありがたい。ほんとね、半月ぐらいしかやってないから、あれ、冒険というか、ストーリー？メインストーリー？もう全然進んでないんで、メインストーリーは聖魔大戦の8章か、一応8章まではクリアしたのか。全然シール取ってないけど。でスーパージュラ戦、ジュラ編をちょっとやって、で9章入ってんのか。スーパージュラ編をクリアしてんのかな、一応。あー、クリアはしてない。あ、してるか。して、ん？してないか。してないね。スーパージュラ編途中だね。あ、これやんなくていいんだ、つって。飛ばしたんだ。まぁ、ちょっとこれね、ひたすらクリアしていこうかなと。で、復帰勢で頑張って、そのダメチャレとかね。こ、なんだこれ。前夜祭のボスチャレ、なにこれ。なにこれ。この悪そうな大和王子みたいなの。悪神山道寺。まんまだった。一気水剣悪山。なるほどね。これでボス倒しまくるっていうやつなんだ。あと20時間。終わっちゃうんだけど。大丈夫かな俺。クリアできるかなこれ。絶対無理だよね。多分この祝福の塔っていうのやった方がいい。ん？ 31 日の11、13時59分。これやった方がいいよね、きっとね。よくわかんないけど、塔を。はい。もしよかったらね、あと、1日でね、どれから手をつけるべきか、終わっちゃうイベントね、どれから手をつけるべきか、教えていただけると非常に嬉しいです。はい。というわけでね、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。